先生や生徒からの問い合わせ、スピーディーに回答できていますかリコーチャットボットサービスは問い合わせに自動で回答するアプリケーションサービスです。ギガスクール構想における端末配備、推進において課題となることが想定される問い合わせ負荷の軽減を目的としています。それでは最初にリコーチャットボットサービスについてご紹介いたします。まずはこちらをご覧ください。 リコーチャットボットサービスは問い合わせ対応を自動化するチャットボットであり人とやり取りするような自然な会話によって質問したり答えたりすることができますビジネスの場でも浸透してきたチャットという形式なので誰にとっても簡単な操作感で使うことができますロボットですので24時間365日問い合わせ対応が可能です利用方法もとても簡単ですリコーチャットボットトボサービスは 社内ポータルやホームページなどウェブページに埋め込むことで利用します。右下に表示されるアイコンがチャットボットの呼び出し機能です。アイコンをクリックするとチャットウィンドウが開き、そこで質問をすることができます。例えば、テレワークできる場所を教えてと質問をしてみます。するとチャットボットが覚えた回答の中から適したものを探して、 回答を返してくれるようになっています。ご覧のように文章だけでなく画像やリンクを用いてユーザーに分かりやすい情報を提供することも可能です。リコチャットボットサービスの主な特徴についてご紹介します。リコチャットボットサービスの特徴として導入がとても簡単なことが挙げられます。 以降チャットボットサービスはこの2つのステップのみで始めることが可能です。1つ目のステップはチャットボットに回答させるための Q&A データを準備すること。2つ目のステップは1つ目のステップで準備した Q&A データをチャットボットにインポートしチャットボットを公開することです。この2つのステップでチャットボットを利用開始することができます。 一つ目のステップの Q&A データの準備ですが、Excel ファイルで準備します。ご覧の通り、非常にシンプルなフォーマットになっていますが、特に重要な項目について簡単に説明します。質問の項目にユーザーが質問してくるであろう内容を入れます。その質問をされたときに、チャットボットに回答してほしい内容を回答に入れます。この Q と A の対、Excel ファイルで言うと、一行が一つの Q&A となりますので、必要な分だけ Q&A データを準備していきます。もし過去の問い合わせの FAQ データなどを既にお持ちであれば、カテゴリー分けを考えていただき、このような Excel の決まった形式に並べるだけで準備完了になります。あとはチャットボットを公開するだけ、職員ポータルやホームページなどに チャットボットのタグを埋め込めば、このようにチャットボットのアイコンが表示されます。これでチャットボットを始めることができます。ここまでで、リコーチャットボットの簡単に導入できるという特徴をご紹介しましたが、もう一つの大きな特徴として、リコー独自の言語認識や初期学習技術があります。買うと購入する、使うと利用するなど、人間であれば同じ意味だと分かっていても、 ロボットは文言が違う別物だと認識してしまいます。例えば〇〇を使いたいと言われても学習しているのが〇〇を利用したいだと違うことを言われていると判断してしまう可能性があるということです。先ほどの導入手順だけでリコのチャットボットは単純に Excel の内容を覚えているだけでなくリコが持っている何万語もの辞書や独自の技術から 読み込んだ Q&A データの中にある言葉の揺らぎや類義語を自動で認識します。そのため、たくさんのデータを準備することなく、最低限のデータで始めることができます。次にギガスクール向けのサービスをご紹介します。現在、現場レベルでは問い合わせ対応業務の課題を抱えています。システムや 各種アプリケーションに不具合が発生した場合に教職員に問い合わせが集中するため教職員の負荷が高まってしまう。問い合わせできる時間が日中に限られてしまうため端末を持ち帰った際の時間外の問い合わせや休日、深夜の疑問が解決できない。マニュアルは用意されているがどこにあるかがわからない。探すのに時間がかかってしまう。という課題が想定されます。 チャットボットを利用すると問い合わせ対応を自動化してくれるので教職員の負荷が軽減し24時間365日の対応が可能となるため個々のペースに沿った学習が可能となり疑問があると即座に回答してくれるため解決までの時間が大幅に短縮されますさらにこんなメリットもありますいつでもどこでも気軽に問い合わせができ授業の合間や自宅からなど 時間を気にすることなく疑問を解決できます。問い合わせの履歴が自動的に蓄積されるため、生徒が、教職員が何に困っているのか把握でき、新しいサービスメニュー構築などの利便性向上のための次の一手が打てます。また、友人対応機能も持っていますので、自動回答できない場合も人が手厚くフォローすることもできます。さらに、 リコーなららすすぐに始められるデータも用意していますパソコンに慣れない教職員や生徒がいつでも気軽にアプリケーションの操作方法の問い合わせが可能なように Google G Suite や Office365Chrome や Windows に関するよくある質問をプリセットしした状態でご提供します本データと合わせてリコーチャットボットサービスもそのままご利用いただけますので Q&A データをカスタマイズしたり 教育委員会から教育職員向けの発信内容の問い合わせに利用したりすることも可能です。それではデモをご覧いただきます。FAQ データの構成は各アプリケーションごとにアプリの概要、 基本仕様使い方のヒンントトラブルシューティングとなっておりますそれでは実際にどのように利用するのか試してみたいと思います。これはデモ画面になりますが、教職員向けポータルなどに配置することが可能です。 画面右下にアイコンが出てきますのでクリックしますチャットウィンドウが立ち上がりますこちらがチャットボットのメイン画面となります問い合わせの方法はボタンをクリックしていくと回答にたどり着くシナリオ形式直接自然文で検索する形式の2パターンあります それではシナリオから見ていきます課題学習状況の管理を選択使い方のヒント遠隔授業をするを選択しますそうすると遠隔授業の方法についての回答が返されます 単なるツールの使い方や位置機能の疑問の解決だけでなくこのように使い方をしっかりナビゲートしてくれるような回答をご用意しています公式ヘルプにもリンクしておりますので詳細が知りたい場合はヘルプをご確認することもできます すべてではありませんが、公式ヘルプへのナビゲーションツールとしてもご利用いただけます。次に、自然文検索を見てみます。例えば、課題の採点を行いたいと検索してみます。そうすると、自然文を AI が 自動的に判定し意味の近しいものの候補を返してくれます。今回は2つ目の課題を出す流れを確認したいのでそれを選択します。そうすると先ほどと同じように単なる機能の疑問の解決ではなく課題の作成から提出、採点、返却までの流れを ままとめた回答を返します単なるツールヘルプとしてだけでなく使い方活用方法のヒントとなる情報が含まれておりますのでぜひご活用いただきたいと思います。ご参考までにほかに2つチャットボットが問い合わせ対応業務をサポートできる機能をご紹介したいと思います。 一つ目はチャットボットの自動応対からオペレーター対応に切り替える友人機能になります。この機能をオンにしますと管理者サイトにて対応可能なオペレーターがいる場合にのみ利用者から見ているチャットボットの画面に担当者とチャットしたいという選択肢が表示されます。もしチャットボットが自動で問い合わせに回答できなかった時でも対応できるオペレーターがいれば利用者は シームレスにオペレーターとチャットし問い合わせをすることが可能です。この機能はオンオフ可能ですのでチャットボットの自動応対に任せたいときにはオフにしておくことで担当者の負荷に応じた柔軟な対応が可能になります。二つ目の機能は自動翻訳機能です。留学生など外国語での利用者からの問い合わせに対して日本語の Q&A データを用意するだけでチャットボットが自動翻訳をして問い合わせ対応を行いますこの機能はさまざまな言語に対応しておりますので多言語で対応したい場合に外国語の Q&A データをご用意いただくといった負荷の軽減をサポートする機能になります最後にリコーのチャットボットは始めやすく運用しやすいというところが大きな特徴です 少しでも興味を持っていただけた方は、リコージャパン営業やヘルプデスクまでご連絡ください。もう問い合わせに振り回されない。それがリコーチャットボットサービスです。